待ちしておりました。第85代警視総監、後藤田雅子殿。
訳ありません、お客様。もし何でしたらお取り替えいたしましょうか。お見合いの続き行きましょう。お願いします。つばちゃん。はい。
チがどうしてもって言うから写真もプロフィールも見ないで来ちゃったんです。でもここに来て本当によかった。何
11時半からこちらのテーブルで藤崎先生に取材をさせてもらってたんですけど、そちらの方が具合が悪くなってからも続けていたんです。そしたら坂上さんの携帯に電話がかかってきて。もしもし。急に顔色を変えて席を立ったんです。その後私にも仕事の電話がかかってきて席を外したんですが、そしたら、はい、が嫌そうよ。はい。じゃあ坂上さんはその帽子のとこに呼び出されたってことですか。よくわからないけど多分。あ、ちょっと待ってください。残ってるかもしれない。これです。あの時消し忘れて席を立っちゃったんです。お恥ずかしい。この年になっても妻のことを忘れられないでください。もしもし。ダイングメッセージでしょうか。お見合いだっていうのに妻ちゃん仕事熱心ね。ファイルナンバー5。14年前、若い女性がアパートで交際する。被害者は神谷加奈子23歳。容疑者は恋人の田宮圭吾当時26歳。彼女のアパートの水槽に赤い文字、手羽だけ油性マジックで文字を書いて浮かべた。はい。あの池の文字、何に書かれた？この式の話ですと、確か…ペーパーナプキンです。今回の事件と、14年前の未解決事件、どっかで繋がってるのかもしれないわ。麻子さん、もしかして今回の事件…あ、まあ、似合いついでに解決してあげなくもないわよ。そう言ってくれると思いまして、肌身離さず持ってました。あ、それは、特命警視総監隊長。その代わり、いつもの条件覚えてるわよね。もちろんです。条件1、どんな時も家族優先、家事や仕事に優先するものとする。条件2、家族には絶対に密、自宅への訪問はもちろん電話も禁止。条件3、事件を引き受けるのは今回1回限りとする。ほんと今回限りよ。あ、それからの報酬も忘れないでね。そうだ、お見合い成功したら倍ってことで。成功って、そんなのだってまだ皆さんと出会ったばっかりですし、なんていうか、その残って皆さんだって僕のことどう思ってるか。平日されてるレストラン店で撲殺されてるのを発見されました。
ストーブを殴られたことによる頭蓋骨折。試験当日、庭園はオープンテラスを利用した人しか出入りできない密室状態になっており、出入りをしていたのはこの6人です。で、森を継ぐ会の主催者藤崎邦夫、フリーライターの関口敦子、オープンテラスを一人で仕切っていたウェイターの菅田正樹、修学旅行の下見に来ていた広島の高校教師中村京子、僕の見合い相手の看護師の新木王子、皆さん受けた。はい、そしてカッペリーニを頼んで行方が分からなくなっている帽子の男、殺された坂上は12時9分の電話で呼び出され庭へ消えました。レストラン内の公衆電話の通信記録を調べたところ、坂上の携帯に発信があることが分かり、それはウェーターの津田正樹がそこで帽子の男を見たという時間とピタリ一致しています。そして12時18分、藤崎にも電話があり、彼もまた庭の方へいなくなりました。調べたところ、藤崎は坂上の携帯から呼び出されたことが分かりました。ところがですね、あの電話は坂上からじゃありませんでした。じゃあ一体誰からだったんですか？知らない男です。池に来いってそれだけ言われて。おそらく帽子の男は坂上を呼び出して殺害、坂上の携帯を使って藤崎も呼び出した、そして現場に帽子を残して逃走したものと思います。ただこの帽子の男の手がかりが一切つかめてないんです。ねえねえ、あそこにさ、ジュースの缶落ちてたよね。あ、あれですか、チョコレートがついていたんで子供の飲み残してみています。あ、そう。唯一残ってる証拠といえばこのミーターナの文字です。ミーターナ、この文字が坂上のダイイングメッセージだとしたら、坂上一体何を伝えたかったんでしょうかね。そんなに気になるんだったらもう一度現場行ってみる。そうじゃ、なんで藤崎はこんなこと。誰にも知られたくなかったからじゃない。これ坂上のダイイングメッセージなんかじゃないわよ。え、だってさ、死ぬ前の人間はこんな面倒くさいもん書かないでしょ。じゃあこれは犯人から藤崎へ向けてのメッセージ。あれ、花が閉めてる。やだ、もうこんな時間帰んなくちゃ。ねえ、つばちゃんさん、あと調べて。え、あの花傷つけないように、女性を扱うように優しく優しく。
もし。あら、久しぶり。そう。あら、そうね、それ偶然かも。あ、お母さん。あら、エリコ。あれ、お母さん自転車で出かけなかった？あ、自転車スーパーに置いてきちゃった。済ませないでください。実は脳の衰えの兆しなんです。え、そうなの？そうなんです。こうしたうっかりは年齢によって脳の認知機能の一部が衰えてしまったことが原因の一つなんです。そして実はこの脳の衰えに深く関わっている成分があります。オメガ脂肪酸です。オメガ脂肪酸とは DHA、EPA、アラキドン酸などのこと。脳の働きを支えているとても大切な成分ですが、 DHA とアラキドン酸は年齢とともに脳の中から減ってしまいます。この現象こそ脳が衰える原因の一つなのです。でも諦めなくて大丈夫です。減ってしまった成分は補えばいいんです。そこでおすすめしたいのがサントリーオメガエイドです。DHA、EPA、アラキドン酸、脳に大切な3つの成分が補える日本初の機能性表示食品です。そう、年齢が上がっていくとうっかりすることが多くなるとは聞いてましたけど、周りにも迷惑をかけたくないので、いつまでもしっかりした自分でいられるんだったらもうずっと続けたいと思います。はい、うっかりが気になりだしたら今すぐオメガエイドを始めましょう。認知機能サポート領域市場売り上げナンバーワン、機能性表示食品サントリーオメガエイド、およそ1ヶ月分で6480円、送料はサントリーが負担します。さらに定期お届けコースなら 10% 割引の5832円、年間でなんと7776円もお得です。しかも定期お届けコースをお申し込みの方には限定で7日分相当を増量してお届けします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-005-005 0120-005-005 まで今すぐお電話ください。目の疲れ、霞、炎症にサンテメディカルプラス、これらの有効成分最大濃度配合、直接効くサンテメディカルプラス新登場。カップとオーからはタミヤの指紋と唾液が検出されました。そして
その日銀行の防犯カメラに加奈子の預金を全額引き落とす民原氏の男の姿が映っており、それを最後に行方が分からなくなっています。変だと思わない？あと1年で時効が成立するのよ。10年も姿隠したらなんでわざわざ今出てくる必要がある？それはそうですね。問題なのは藤崎がなんでこのメッセージを隠そうとしたのか。1メートル以上になる時もあるんですよ。へえ。奥様お亡くなりになったんですよね。ええ、早いもので先月13回忌を。この藤を見るたびに思い出すんですよね。あ、ツバちゃん。麻子さん、ここに何やってんですか。ツバちゃんこそ何しに来たの。あの藤崎さん、お伺いしたいことがあるんですが。緑さんの死後、莫大な印税も土地も別荘もみんな藤崎先生のものになったんです。
奈良県から珍しい品種の藤を取り寄せて、この藤をあなたの庭に植えたいってプロポーズしたそうです。やるじゃない。あの、私そろそろ行っていいですか。あ、はい。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。あ、バレバレやめてください。失礼しました。Thank you.
ません。14年前こちらに住んでいた神谷加奈子さんって方ご存知ですか？あんた、加奈子ちゃんとどういう知り合い？
また来ます。本当に申し訳ありません。全部僕の責任です。このまま捜査を続ける資格僕にあります。すみません、捜査。何グダグダ言ってんの？こんなくだらないもん書いてる暇あったら事件解決することで責任取りなさい。失礼します。鑑識の結果が出ました。どうだった？おっしゃる通り、藤崎の靴の裏についている泥は現場の泥とは違っていました。そして一緒に付着していたのはクルミの葉の断片でした。クルミの葉？藤崎は別の場所で殺され移動させられた可能性が高いですね。現場付近には遺体を引きずった後一人で運んだとは考えにくいわね。共犯者がいる可能性が高いわ。つばちゃん、今から敦子さん呼んで調べて。分かった。はい。テレビ通販生活おいしい。大好きです。今すぐお電話を。関口敦子さん、田宮慶吾さんご存知ですよね？はい。10年前田宮さんとあなたは付き合っていたんですね。私は田宮君に騙されて捨てられた、それだけの関係です。それだけ？彼は私以外にも付き合ってる人がいたんです。確か神谷加奈子っていう人。その人を殺して逃げてる。そんなこと私に聞かなくたって警察が一番分かってることでしょ。事件のあった日にあなたは仕事の電話がかかってきたと言って席を外したそうですね。しかしあの時間あなたが誰かと通話した記録はなかった。一体どういうことですか？私のことを疑ってるんですか？あなたが共犯者なら全ての辻褄が合うんです。あなたがあらかじめ自分の携帯を鳴るようにセットし、あたかも誰かに呼び出された場合に席を立った。そして帽子の男、つまり神谷と一緒に坂上を殺した。違いますか？違います。それにお忘れかしら、坂上さんと帽子の男が言い争ってるのを見た後証言したのはこの私ですよ。私が共犯者ならなぜわざわざそんなこと言うんですか？じゃあなんであの時席を外したんですか？タバコが吸いたかったんです。タバコ？だけど取材中にそんなことを言えないでしょ。だから自分で携帯を鳴らして庭にある喫煙所に行ったんです。それを証明してくれる人はいますか？そんな人。そういえばあの時のウェイターもあそこにタバコを吸いに来てました。彼に聞いてくれれば分かるはずです。じゃあウェイターも二人の姿を見たんですね？
業自得ね。今朝は5時から10時の間どこにいましたか。なんでそんなこと。答えてください。そんな朝早く家で寝てました。でも8時半には病院に。病院。一昨日足を痛めたので見てもらってたんです。10時頃までいたかしら。世田谷区の新緑総合病院整形外科です。嘘じゃないわ。あなたの仲人おばさんに聞いたら分かるはずです。帽子の男ですよね。はい。ここに来る前にロビーで電話している姿は見ましたが、庭では見かけていません。あのライターさんは確かにこちらにいらっしゃいましたけど。よっぽど我慢してらっしゃったのか、立て続けに何本も。私も人のことを言えませんが。朝子さん。あ、京子先生、まだいらしたんですか。おかげさまで3泊4日の修学旅行の下見すべてできました。よかった。明日帰ります。あ、そうですか。気をつけてお帰りください。こんにちは。あ、椿さん、先日はどうもお世話になりました。いえ、こちらこそ。どう。大変ね。まだ調べることたくさんおありなの。え、先生にもお手数かけてしまって。とんでもありません。今日は何か。あの実はね、また仲間と頼まれちゃって。あのお宮の席、私ここ とっても気に入ってるんだけど、この間あんなことがあったからどうかなって。そうでしたか。あのぜひまたお引きに。あ、一つだけ伺っていいですか。藤崎の靴の裏に付着していたのはクルミの花のペンでした。クルミの花。
挑戦したいんだよ。お母ちゃんママさんバレーに挑戦したやろ、うん、だから俺マグだ。マグされた。いた関口さん、サラダバーにいた京子先生、そして謎の帽子の男と津田さんです。そして騒ぎが起こりました。申し訳ありません、お客様、もし何でしたらお取り替えいたしましょうか。みっともないわね、大の男が。私は確かにお相手したんですから。それは津田さんが嘘をついてるからです。嘘？冗談じゃない。いい加減なこと言わないでください。証拠があるのよ。証拠？津田ちゃん、津田さん、あなた帽子の男に呼ばれてカッペリーの茹で方で文句を言われたってこう証言してますね。なんだよこのカッペリーには。何かを気に召さなかったでしょうか。これがアルデンテか。出過ぎじゃないか。この IC レコーダー優秀ね。近くの音が全部入ってるの。あなたが帽子の男に応対してる声も全部。でもね、おかしいのよ。相手の男の声が何にも聞こえないの。何でしょうか。何かを気に召さなかったでしょうか。帽子をかぶった人間
人は確かにいた。でもその人物は声を出すことができなかった。だって男じゃなかったんだろ。そうよね、皆さん。本当に起きていたことはこういうことだったんです。そして素早く着替えて何食わぬ顔してつばちゃんの席へ戻ってきた。つばちゃんには残念だけど、このお見合い最初から仕組まれたものだったの。第三者であるつばちゃんに帽子の男がそこにいたと思い込ませるためにね。あすこさん、あなた坂上さんと帽子の男が言い争ってるって証言しましたよね。どうしてそんなこと言う必要があったのか。それはね、あつこさん、陽子先生、みなさん、そして津田さん、あなた方4人全員が藤崎さんと坂上さんを殺した真犯人だからです。ずいぶんと面白い話だけど、じゃああの池にいた帽子の男は一体誰だったんですか。あさこさんも椿さんも一緒に見ましたよね。あの時は確かみなさんも一緒にいた。私たちが犯人だって言うんだったら、あの男は一体誰だったんですか。トリックです。トリック。あ、ちょうどいい時間で、これからそのトリックをお見せしましょう。スマちゃん、皆さんご案内して。ペタンコ髪に悩んでいた女性が、見てください、髪がふわっとこんなに若々しく。1枚1450円、今なら送料無料、代引き手数料も無料。この CM をご覧の方には、手首からぬくもり広がる BS ファインリストバンドをプレゼント。ご注文は今すぐフリーダイヤル 0120-259-789 まで。12時25分、ちょうどあの日と同じ時刻です。確かあの時全員がここにいました。見てください、あれ。行ってみましょう。これが帽子の男の正体です。現場に落ちていたジュースの缶の裏にはチョコレートがついてました。それはなぜか、缶の裏をピカピカにするため、チョコレートは桂馬剤にもなるんです。それを利用して太陽の光がある角度になると一斉にここに集中するように仕込んで氷を溶かした。そして時間を合わせて私たちを池の方に誘導した。逃げた帽子の男の正体はこれだったんです。帽子の男は本当はいなかった。でもあなた方全員がいると証言した。それはあなた方が犯人だからです。今の実験も面白かったけど、私たちが犯人だっていう証拠にはなりませんよね。だいたい見ず知らずの私たちがなんであの人たちを殺さなきゃならないんですか。そうですか。じゃあこれからタミヤ警部さんに会いに行きましょう。一体どこにいるって言うんですか。タミヤさんはここに眠ってました。遺体は白骨化されており、鑑識の結果14年前に殺されていたことが分かりました。なんで、なぜここだって分かったんですか。殺された藤崎さんの靴の裏の溝にクルミの葉の断片が挟まってました。あなた方は藤崎さんにタミヤさんが生きてると思い込ませたので、彼は不安になってここに振り返しにやってきた。そこへあなた方がやってきて復讐を遂げたということです。復讐って
加奈子さんが殺されたことのです。アスカさん、さっきあなた見ず知らずの私たちって言いましたね。でも本当は違いますよね。そうじゃん。これは加奈子さんが養護施設の仲間と撮った写真です。タミヤさんもここで一緒に暮らしてたんです。これが加奈子さん、これがタミヤさん、そして津田さん、これあなたですね。あなた方三人は兄弟のように、いえ、それ以上大切な関係だったんじゃないんですか。そして京子先生、あなたはタミヤさんの実のお母さんですよね。分け合ってるんだ。タミヤさんを病気のために育てられず、知り合いの施設に泣く泣く預けた。アツコさん、あなたタミヤさんの婚約者だった。皆さん、14年前あなたカナコさんの隣の部屋に住んでましたね。母親の虐待を受けてたあなたにとってカナコさんの部屋は唯一救いの場だった。タミヤさんとカナコさんを介してあなた方4人はつながってたんですね。だったら何だって言うんですか。大体何ですか、あなた。さっきから警察気取りで。一体あなた何様のつもりなんですか。匿名警視総監立花麻さん、ご飯に味噌汁、卵焼き、たとえ神様仏様が許しても日本のお母ちゃんはこの世の罪を許します。私のせいなんです。私が全部悪いんです。聞かせてくれるかしら。14年前私見ちゃったんです。ただいま。なんだ、いないんだ。せっかく買ってきたのに。
車とだと確信した私たちは藤崎を呼び出して殺そうとした。だけど警察の動きが邪魔だった。だから私がそれを妨害したんです。無理やり酔わせて情報を聞き出そうとしたり、藤崎の張り込みを電話で邪魔したり。もしもし皆さん、すいません皆さん、またかけます。もしもし皆さん、突然違う曲に変わるの。曲が変わると何かが起こる。いいじゃない勝負だった。でも、み
みんなが時計見てたら怪しまれるでしょ。そこであなたが考えたんじゃない。どうせやるならもう少しうまくつないでほしかったわね。我々の失敗はあなたを目撃者にしてしまったことですね。Silent river of the summer rain, rushing down the valley, sweeping on the plain, rushing to the forest, bailing on the leaves, branching down the meadow. Where is Tennessee? The rover in royal silver girl with you again, with a girl of God let you pass. Upon the way, friends are friends behind you. Suddenly and impulse, ever in any light, a lonely world, shining silent trees of the summer rain, racing down the valley, sweeping on the plain, racing to the forest. Bailing on the leaves, branching down the meadow, where is Tennessee? The rover in royal silver girl with you again, with a girl of God let you pass upon the way. Friends are friends behind you, suddenly and impulse. Ever in any light, a lonely world. Shining silent trees of the summer rain, racing down the valley, sweeping on the plain, racing to the forest, bailing on the leaves, branching down the meadow, where is Tennessee? The rover in royal silver girl with you again, with a girl of God let you pass upon the way. Friends are friends behind you, suddenly and impulse. Ever in any light, a lonely world. またすぐにお見合いする。
Oh no. Hello. Definitely the best chef in the world! Yankee Doodle,
I mean, who else could it be? What the hell? I will hang you by your tail, you rat! Resist you. Oh no! Oh.